そうか、 FM のスタジオがそこなんですか。そう、そこなんですよ。だからあれもちょっと入っちゃうかもしれないね。ハーフ、あれ今誰か変わったの。今女性になりました。それで寿司の前市長がずっと平井さんがいらっしゃる。平井さんと挨拶してきました、はい、うん、はい、皆さん揃いましたね。じゃあ行きますか。本日は12月4日ですよね。ちょうど2週間後、西東京市議選、告示ですけども、永井さんどうですか、感触。今日もチラシ受け取らない人でも、ああ永井秀和だって、何かすっかり有名人になっちゃう。あのね、まあ15年前はね、まあ、よく気づかれたんだけど、最近あの15年前ぐらいの感じにちょっと近づいてきてはいる気がします。西東京限定でね、うん、はい、西東京限定、ただ結構今やっぱりこういうのやってるから、うん、例えば仕事でね、品川の方に行ってたりとかしても結構言われることも多いので、うん、まあまあ別に、まあ、こういう配信、まあのおかげもあったりとか、うん、あとネットニュースとか週刊誌とかのあれもあってね、うん、だいぶ言われますね。女性誌は女性セブン、女性セブン、はい、女性セブン、そして今出てる週刊新潮、これは永井さんで出てらっしゃるので皆さんお買い求めください、はいはい、あとはまあフラッシュとかね。フラッシュ、フラッシュはネットだけじゃなくて本誌も出てます。出るんじゃないですかね、ちょっとよくわからないですけど。わかりました、はい、来週、あそこは火曜日だ。皆さん言ってるけども、今やネットに出して、まあ、紙っていうのはとりあえず出してるんだよねって言ってますけどね、うん、まあまあ、フラッシュの話はちょっと、まあまあいいとして、あの秘密知ってるので後で、ね、話しますけど、まあ実際今日皆さん配信見てる方分かんないと思うんですが、田無駅の北口でもう陣営、各陣営が集まって、立憲民主党が初めに来て、今無所属の方、3時半から日本共産党っていう、まあ激しい戦いですが、どのようにお考え。あ、こちらに。大丈夫、まあ、もうこの西東京を本当に私もね、他の議員さんの演説っていうのがね、正直結構参考にしてるんで、自分の演説にちょっとアレンジして使っちゃえとかね、特に田村ひろゆきさんのね、相当アレンジして使ったんで、まあ、パクってはいないですよ。田村さんはネットに出てるんですか。じゃなくて生で聞いて。生で私聞いに行って。視聴者の方は分かんないと思うんで、田村さんっていう立憲民主の候補者が、立憲じゃなくてね、無所属、無所属、の候補がさっきまで演説してます。そうですね、あの方はね、本当にやっぱり私1年4ヶ月西東京をずっと回っているから、本当にこの、はい、見てきたんですけど、田村さんだけですね、はい、いわゆるこうオフシーズンでも、まあこの今の時期がオンシーズンだとするとね、ハイシーズンだとすると、このいわゆる選挙以外の時ってあるじゃないですか、その時にも演説をしっかりやってたのは田村さんだけ、うん、だからね、西東京で、ね、永井がちょっと嫌なんだよと、あいつは変な、そうかそうか言っててっていうような人は、まあ、ぜひ田村さん応援していただきたいってのはあります、ね、本当に田村さんは、活動を丁寧にやってる、で丁寧に発信してる、そして実際に現場にも来てる。でね、もう正直言ってね、それ以外の特に公明党はね、全然やんない。これね、公明党があんだけ地域密着のイメージがあるのにやってないんですよ。だからまあ支持者の、だから創価学会の中はやってるでしょ、まあ、見えないところでは。ただ駅前に出てきたりとか、例えば私結構ボランティアとかもやってます、障害者のこともやってるし防災もやってますけど、やっぱり現れない、出てこない、見たことない、だからね、何なんだろうな、この人たちは小さな声を聞く力って言ってんだけど、どういう声を聞いてんのか、大体お前らの声を聞いたことないっていうのが実情です。まあディスるような言い方しますけどね。なっちゃん単独のポスター、小さな声を聞く力が小さくなってんのご存知ですか。日本を前へ前で、ね、出してますよねどうお考えですか。いやだからね、
あれ小さな声を聞くつかなんかもうペタッちっちゃくなってね、ちっちゃくなっちゃった、うん、まああんまり聞いてこなかったっていうのがあるので、ほとんどね、まあまあ正直あんま聞きたくないんでしょうというか草加の声を聞く力だから日本を前にっていうかあの人たちに前へっていうのはもう日本を後ろへって意味だからね、うん、あの人たちが言うと、はい、まあ、自民を前へ後ろからちょっとあのちょこちょこやらせていただきますってことでしょ、はい、あの公明党は日本を前へじゃなくて自民を前へ、そのおこぼれいただきますとかね、利権のおいしいところはいただきますっていうのが公明党さんのスタンスですからね、はい、そう読み解いていただきたい。公明党といえば2つ、平和の党、福祉の党。ただ昨日の時点、おとといの時点では敵基地攻撃能力に公明党さん賛成しちゃった、はい、これについてもまさに戦争を始める行為ですけど、うん、どうお考えでしょうか。まあ公明党さんはいつも自民の暴走を止めるブレーキ役をやっているんだと言ってるんですけれども、公明党はブレーキ役じゃなくてあのターボ装置ですから、ターボ装置ガーッとな加速させているっていうのが実態でございます。アクセルターボ装置、はい、アクセルターボでございます。あのそうはいかんざきって言わないわけですか。いかない、もういかんざきさんもねいないので、まあ、いかんざきさんの場合はまあね、ちょっと夜の出席の時にねいかんざきって言っちゃう癖があるらしくてね、特にこうちょっとこう豊満なね女性がいるとまあいかんざきっていう話はね本当に、どれだけいかんざきハラスメントをされたのかというのがね、まあこればっかりはまあまあでも実際にすっぱ抜かれたことありますよね、まあ、まあいいんですけど、だから敵基地攻撃能力を持つということを有するっていうことは創価学会からしたら、このいわゆるね、まあ、これが私がそれを賛成するしないは別として、うん、創価学会で平和の党として、うん、いわゆる池田大作大先生がね、いわゆる原子力、核兵器を全部廃絶しなきゃいけないとかね、はい、平和の基地を作っていかなければいけない、沖縄に関しても全ての基地がなくなった、除去する、撤去する、はい、撤退させることが沖縄の平和だということを明言されてますよね、はい、本当に、そこからも分かるように自国に基地があるということに対しても、うん、池田大作大先生は平和思想のもとに、うん、その基地というものに関しても武力にまつわるということをある意味否定してこられたわけだから、敵基地攻撃能力をっていうのはもってのほかじゃないのかなと、創価学会の池田大作大先生の話をね、もしかしたらあの人ゴーストライターで書かれてるかもしれないけど、いやもしかするとじゃなくて大作の大作ですから、うん、だからまあただそれが池田大先生の話だとしたらですよ、これはまさに仏法違反、仏法違反、つまり創価学会の考えから完全にね離脱したことですから、はいはい、もう公明党のね山口夏夫を筆頭にぶつまちですよ、ぶつまちが当たってね、あのズハサ支部で頭がパーンって、なるはずじゃないですか。うん、だからもうよくね創価学会の方は永井秀和だとかおつこつだとかね、うん、山崎正友だ、日賢がぶつばちだって言ってるけど、ぶつばちは夏男じゃない？うわーすごいこと言いますね、なっちゃん、ファンが多いのに。ぶつばち食らうのはあれじゃない、あの石井じゃない？石井さんって幹事長、そう、石井幹事長じゃない、ぶつばち当たるのは。それとか斎藤哲夫冬芝、はい、斉藤さん助けてくださいって言ってるあの宇宙人斉藤じゃない？そう、あのね斉藤哲夫って広島選出で、広島の選挙区出た、環境大、国土交通大臣もやって、池田先生が斉藤哲夫さんを宇宙人って、宇宙人というね、まさにその野球界だったら新庄ね、創価だったら斉藤っていうのが宇宙人っていう設定でございます。まあだからね、本当その辺の人たち気をつけた方がいいですよ。あの頭パツンってくるから、山口のなっちゃんも
うつばち食らうから気をつけて。あれ、はい、ぶってきは長井さんじゃなくてブーメランで、なっちゃんの方に行ったよ。いや、そうですそうですだってね、平和基地をね、平和のためにその沖縄の基地を全撤退しなければいけないっていうふうに言ってた平和思想のね、池田大作大先生が、それ嘘なんですか、嘘じゃないんでしょ、うん、だったとしたら、その山口夏男がやっていることってのはもうまさにもうこれが日本だったら国賊行為ですよ、うん、もう仏にあたする、うん、仏敵、仏鉢、仏鉢だからね、やばいよ、あんた死ぬわよっていう状態です。もう永井さんが言われてる言葉をそのままもうお返しする、お返しします。それでね、平和のことで、もう切り上げますけども、池田大作先生、世界的平和指導者なのに紛争地帯や戦争地帯には行かない、で著名人とまあすごい宮殿であったりする、あれは何なんですか。平和的指導者なのにパレスチナには行かない、ハイチ紛争でも行かない、ウクライナにも行かない、消えちゃう、何なんでしょうかね、平和。これはね、言われているのはもちろん平和外交って言われてるんだけれど、やっぱり創価学会のね、まあ池田大作大先生を慕う、ご婦人が、はい、いる国に行ってるっていう話があります。え、どこに。そういうね、池田大作大先生と非常に仲のいい、うん、女性がですね、はい、いる地域国にですね、はい、を優先して行ってるっていう話がありまして、あ、まあ、それを名誉毀損になるのでぼかしますけども、はい、まあ池田大作先生がご寵愛する女性がいるところ国に行く。そうなんですよね。どうもね、私もいろいろ調べてったら、紛争地帯というか、うん、なんかそのね、そこの町、そこの国のですね、まあ女子部長、人部長とかね、その人といろいろこうなんかやったやらないとか、そういう揉め事があったところを優先してるんだよね。だから多分先生もね、やっぱり人材がいるところに積極的に入ると、うん、平和外交をするという、うん、ことなんじゃないかなと私は思っておりますけれども、うん、まあ平和っていうことで言うと、いわゆるこうそういうパレスチナとかね、ああいうところはですね、池田大作大先生の頭ではもう平和は達成してると思ってるんじゃないですか。いや、おい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 、もうネタニヤフさんが首相になってさらに揉めるのにもう解決ですか。うん、もう解決してるっていう、もう祈ったからもう解決っていうこととしか考えられないんですよね。本当に揉めてるところとか、はいかないんで。ただ池ちゃんはもう今更無理だけど、ノーベル平和賞取りたかったらそこ行けよ、パレスチナにも、うん、イスラエルのその平和外交あんたがやればよかったじゃん。それ逃げてるからね、ノーベル平和賞取れなかったんだよ、池、うん、ちゃん安全地帯しか行かない、まあ、そう、安全地帯はダメよ。それで口で平和、対話、そう、人権っていうのを人にね任せて書かして、うん、ああやっぱりね、安全日だけじゃなくて危険日も行かないと、池ちゃんね、あ、ちょっとこれ間違った、うん、ちょっと言葉間違っちゃったけど、そういう、うん、危険地域もね行かないとダメよ、はい、池ちゃんというところで。でももう今さら、今さら池ちゃんなんでもう行きようがないんだけど、はい、逆に池田のその名代としてのその何、息子さんとかいるでしょ、はい、うん、そういうところもやっぱりね、池ちゃんに取らしたいとかないなったらね、積極的に本当の平和外交していただきたいっていうのが私の思いですね。チラシなんと1時間で42枚も一人で履きました。あと2問、あと2問、うん、あ、もういやいや、ちょっと待って、1問目何聞くんですか。まあ、じゃあもし、じゃあ違う方、違う方、佐々木さん、なんかあります。いや、ないです。今ないの。一回ちょっと配信切っちゃって、あ、切っちゃった、あ、切っちゃった、もう一回再やっちゃったんですよ。ああ、じゃあ一つ、はい、昨日軽い質問なんですが、
池田先生は英検は持ってますか？池田先生が英語を話すんですか？池田先生はですね、いわゆるまああれですね、生ハムメロン英語検定だったら、まあ一級を持ってるかもしれないですけど、池ちゃんはですね、いわゆる英語の歌でね、Marching for two victory in the 21st century っていう、いわゆる海外の歌があるんですよ。それも池ちゃんは一応マーチン to the victory in the 21st century みたいな言い方してますね。だからマーチンっていうのはマーチするっていう、こうマーチって更新するっていう意味なんですけど、はい、そのマーチンの時がちょっとまあチンっていう、このチンのね発音が強すぎるっていうのが非常に英語的にですね聞き取りづらいんですよね。何なんですかね、何かチンっていうものに関して、だからチン英語なんですあの人、だからそこはちょっとイングリッシュスピーキングとリスニングっていう意味では難があるかな。で私がっていうかスピーキングもリーディングもリスニングもライティングもできないじゃないですか。94ですよ。池ちゃんの英検のね判定を言わせていただきますと、応文社のから認めた池ちゃんを英語判定、はい、池ちゃんは英検5級です。5級は何ですか？あ、He is a とか、そうそうそう、He かっこ a man、 I like cat とかそういうやつですね。そのレベル。中井さんはもう普通研3級、英語英検全部、全級取ってます。はい、今ね偶然メールが来て、アメリカ SGI で50年勤められてた方が7年前2016年に6年前か辞めて、やっぱ辞めた相手への迫害悪口がすごいって言ってますね。そうなんですよね、やっぱり円満に辞めないと、まあ要はあいつは物的だったっていうような形にされちゃうっていうことですね。もうなんかそれが成仏させられないと浮遊霊みたいな形でですね、創価学会のあだするまあよからぬ存在になるっていう設定ですね。じゃあ最後にね、視聴者多く400人以上を見てらっしゃって、今日もねチラシ配りお一人だったんで、まず演説聞くんじゃなくてチラシを配る、あるいはポスティングが18日17日までできるので、ぜひお手伝いに来てほしいと思いますが、最後に市外の西東京市外へのメッセージ、ネット見てる人そうですからね、はいはい、西東京市、まだまだポテンシャルの高い市なんですよ。特にねこの田無なんかもちょっと裏入るとね、裏田無って私勝手に呼んでんだけど、すごいねディープゾーンがあって、お酒飲む人なんか楽しいところでね、とにかくこの西東京っていうところがアクセスが非常にしやすくて、で遊びに来るにも、ね、いいところなんですよ。ポンと新宿に行けるし、ポンと池袋に戻れるんだから、ここをですね本当にインバウンド客も含めた、まあにぎわいのある、まあ、にぎわいのあるって言うと言い方あれなんだけど、要は金が回る街にしたいっていう思いはあります。だから、そこに関してはぜひ私に任せていただければ、もう本当にね地域発信をするためのお金っていうのはすごい薄いんですよ。少ないのバジェットが、でもね少ない中でも今までの5倍10倍の効果を上げるから、もうぜひ私にねこの西東京のにぎわい市っていう形だからいいんですよ。私はもう客寄せパンダとかね、でもいいんです。だってそういうつもりで、皆様の利益を上げますから、これをぜひやらせていただきたい。もちろん多くのね
救われていないような人たちへのセーフティーネットというものもしっかり拡充していくというところで、これからも小さな声を聞いていく山口夏生より聞いてきますんでね、はい、もうぜひ、任せていただきたい、任せて安心、永井秀和スマイル。はい、じゃあ、視聴者に申し上げますけども、17日まではポスティングができる、18日ポスター貼りはもう大丈夫、ポスター貼りは18日結構人はいるので、あ、大丈夫、まあ、まあ大丈夫です。あとね、チラシ配りが腕章10枚かな、11枚なんで、チラシ配りとか、ただネットで、見てるだけじゃなくて、ぜひ西東京、素晴らしい、はい、美しい街なんで、ね、選挙期間はかなりいろんな自分の友人とかね、うん、政治関係、ちょっと芸能関係とか来て、まあ、ちょっとお祭り感があると思いますので、ね、うん、まあ、楽しみにしてください、西東京が盛り上がると思いますけど、はい、はい、じゃあ皆さん、西東京、なんと永井さん選挙18日始まれば有名人が来る、そして25日投開票、最大のクリスマスプレゼントが来ます。ありがとうございました。失礼します。おいらさん仕切っていただいて、もう